はいどうもこんにちは、つかちゃんこと塚田です、えー。今回なんですけど、水素ガスの種類について、えー、お話していこうと思います。で、これは結構知らない人が多いんじゃないのかなというふうに思うんですけど、まあ、水素自体は本当に体によくて、えーまあ、僕自身、水素吸入と出会って3年ちょっと。 立つんですけどで1年半ぐらい前からは自宅用に、えー、水素吸入器というものを購入してですね毎日、えー、吸入してでそのおかげで、まあ、いろんなプラスの効果っていうのがあ体験できているわけなんですけどでまあその水素の吸入方法として、まあ、水素水とか水素風呂とか水素ガス、まあ、いろんな方法がありますよね。で中でもこの水素ガス によるその吸入っていうのはですね一番効果的効率的に、えー、たくさんの水素っていうものを体の中に、えー、取り入れることがあできるんですね。で僕もも自身もおこの水素ガス ガスによって、えーまあ、水素を吸入するっていうものを、えー、メインにやってるわけですけど、じゃあその水素ガスなんですが、あじゃあガスだったら何でもいいのかっていうと、実はですね、この水素ガスにもいくつか種類があるんですね。まあ、いくつかって言っても2つなんですけど。で、この種類を知らないと、じゃあ実際じゃあ水素ガスを吸入しようと、ね。水素サロンに通うとか、あと、まあ、自宅用の。 えー、水素ガスの発生器吸入器を購入するといった場合にじゃあその水素ガスっていうのはどっちの種類なのかっていうのを、えー、知らずに吸入すると実はあなんか酸欠のリスクがあったりとかあと、まあ、効率いうあ 的に、えー、活性酸素を除去できなかかったりとかあいろんな、まあ、注意点があるので、えー、今回はですねじゃあその水素ガスってどんな種類があるのかっていうのとおそれぞれじゃあその種類にごとにどんな特徴があるのかどっちがいいのか何でそれがいいのかっていうところを、えー、お話していこうと思います。はい、でまずじゃあ種類どんな種類があるのかというと1、えー、つが H2 ガスですねこれはまあ水素ガスと言われるものなんですけど。 で、もう一方が HH オガスというものですね。まあ、こちらは水素酸素混合ガスです。で、えー、僕はもうこの下の HH オガス、こちらを、えー、今は吸入してますし、まあ、こちらの方が H2 ガスよりも僕自身は間違いなく良いなというふうに感じています。 でまあ、その理由は後で、えー、お話しするとして、えー、じゃあまずそれぞれ H2 ガスと HHO ガスってどんなものなのかというと、えー、まず H2 ガスは、えー、もう水素、純粋なあ水素分子 H2 のガスですね。で、これはですね、まあ、これはというか、まあ、一般的なその水素発生器っていうのはあ、水を原料にそれを、えー、電気分解して、えーまあ、H2O、水は H2O なんで、えー、h 2 の水素との酸素のガスが発生するわけですけど、えー、その発生したガスのうち、えー、その酸素をカットして、えーまあ、カットすることによって、えー、水素だけを、えー、効率的に、えーまあ、吸入するという、ね、あの考えで、えーまあ、この H2 ガスというものを提供している、えーまあ、製品っていうのは結構おあるんですね。 まあ酸素は余計だと、余分なものということで酸素をカットしてえまあ水素だけを吸入すると。まあなんかね、一見それの方が効率的にえ水素を吸入できそうな気がしますよね。で、僕自身、水素と出会って、水素吸入と出会ったのがまあ3年ちょっと前なんですけど、その時、水素サロン、とある水素サロンに。 に通ってたんですねでその通っていた水素サロンも、えー、この H2 ガスです。だからそのよくあるその水素濃度99.9%のガスですとかあ、まあ、水素だけ、えー、取り入れられるガスですっていう、まあ、アピールしていたものなんで、まあ、これは間違いなく H2 ガスです、まあ当時の僕は当然そんな水素ガスの種類なんて知らなかったですし、えーまあ、水素は吸にできるガスなんだなってことで。えー ま、何も知らなかったんですけど、まあ、今ね、いろいろ勉強して、えー、そういう H2 ガスだったっていうことが分かったんですね。で、じゃあ一方の HHO ガス、これは何かっていうと、えー、水素酸素混合ガスですね。なら、まあ、H2 ガスは酸素をカットしたのに対して、HHO ガスは水素と酸素、両方とも混合混ざった状態で、えー、発生させて、それをそのまま吸入するというものですね。で、まあ元々は、 あこ HHO ガスっていうのはあブラウンガスっていうふうに呼ばれていて、えーまあ、ユニブラウンさんっていうの方が発見したガスなんですけど、まあ、元々もとはこの工業用として、えー、使われているものなんですね、まあ、H2 ガスもね燃料とかあ工業的に使われているものなんですけどでそれをね最近体内に吸入したら効果があるということで、まあ、水素が注目されてきているわけですけど元々はこの HHO ガスっていうのは工業用として、えー まあ発見されたものだったんですねでそれを、えー、人間用に、えー、人間が吸入するように、えー、応用して、えー、発生させているのが、まあ、僕が使っている、まあ、この、えー、HHO ガスの吸入器なわけなんですけど、えー、本当本当というかあ僕がじ実際今あ吸入しているのは HHO ガスですですし、えーまあ、どっちがおすすめかって言ったらあ間違いなく僕は HHO ガスですね じゃあなんで HHO ガスの方がいいのかと。H2 ガスの方が水素、まあ、酸素をカットしている分、なんか水素を効率的にたくさん吸入できるようなイメージありますよね。なん,かななんでそれよりも酸素が混ざっている水素の方がいいのかと。あ水素酸素ガスの方がいいのかとこういうとですね、えー、一番は実はですね、えー、H2 ガスより HHO ガスの方が 効率的に悪玉活性酸素を除去できるということがあるんですね。で、結局その水素を何のために吸入するのかって言ったら、もちろんその血行を良くするとか、えー、いろんな効果はあるんですけど、一番はあそのいろんな病気とか老化の原因,となっ原因だと言われている、えー、活性酸素、特に悪玉活性酸素っていうものを、えー、除去する。 まあ水素を吸入することで、その悪玉活性酸素えと反応して、水に変えて排出してくれると。それをが一番の目的というか狙いなわけですけど、実はですね、H2 ガス、なんか H2 ガスの方がえ効率的に水素吸入できそうですけど、実は HHO ガスの方が酸素が混ざった混合ガスの方があーまあ効率的に。 悪玉活性酸素を除去してくれるっていうことが僕が勉強して分かったんですね。で実際体感としてもこっちの方が明らかに僕の中ではもう元気なんですよ。まあ、自宅用の吸入してからもう毎日1年半以上毎日吸入してますけどもう吸入すればするほどというか日々まあ僕今34でもうすぐ35になるんですけどもうこの34年間今までの人生の中で一番元気 僕の人生史上過去最高のその元気記録っていうのを日々なんか更新してるって言っても過言じゃないぐらい、えーまあ、元気になって若返ってるわけなんですけどもう全くもう風邪もひかないですし、うんまあ、無縁な状態になっているんですねこれはあの全くもってはないく事実なんですけどはいでまあちょっと話戻しますけどじゃあなんで、えー、こっちの HHO ガスの方が悪玉活性酸素を 効率的に除去してくれるのかというと、えー、こ HHO ガスっていうのはどういうものかっていうと、えー、水素水素酸素っていう、えー、このバラバラ単体で発、えー、生するんですねで通常水素っていうのは、まあ、酸素もそうなんですけど不安定な状態なんで何かとくっついてないとおふわふわあちこちなんかまあ飛んだり跳ねたりするっていうかまあそういう 性質があるので、えー、なので水素分子っていうのは H2 っていうのがまあ最小単位なわけなんですけど、えー、なぜかですね、えー、この混合ガス水素酸素水素水素酸素っていう、まあ、酸素が混ざるとお水素同士がくっつかずにもう水素原子の状態でバラバラの状態で、えー、このガスが発生するんですよ。でこれなんでそうなのかっていうのはあまだ未解明で。 えー、解明できたらノーベル賞ものだっていうぐ言われてるぐらい、えー、この謎というかあ謎なんですけども事実として、えー、この水素水素酸素ってバラバラの状態単体の状態で発生するんですね。でそのバラバラの状態で、えー、体の中にガスを吸入するとおそのヒドロキシチュラジカルっていうのも、まあ、これも OH っていうものなんですけどこれもすごい不安定な状態で、えー、まあ あちこちこ体の中で暴れ回る性質があるんですね。暴れ回って一瞬で消え去るっていうのがもうこのヒドロキシラジカルの特徴なんですけどでその不安定なヒドロキシラジカルと不安定なその単体の水素を、えー、直接吸入することによって、えー、すぐに、えー、そのヒドロキシラジカルと反応してくれるんですね。なのでもうあの吸入したらすぐに、えー その OH ってヒドロキシラジカルを除去してくれるというのが、まあ、この HHO ガスの特徴なんですよ。じゃあ一方の H2 ガスっていうのはどうなのかというと、えー、悪っていうのは2つ、五時ですね。すいません。で、えー、悪玉活性酸素、ええー、まあ除去するのに HHO ガスに比べたらあ非効率なんですね。 さっき言ったみたいに H2、えーまあ、水素っていうのは不安定なんで何かとくっつかないと安定しないんで、えー、すぐに何かとくっついちゃう性質があるんですね。で、えー、この H2 ガスっていうのは酸素を除去しているので H2 同士あ、水素同士、えー、くっついても安定している状態で、えーまあ、発生する、吸入するというものになるんですね。でそうすると、えー、すぐにヒドロキシラジカ、まあ、不安定なものと反応できないので えー、一旦ですね、えー、その H2 を吸入した後、体の中の水素分子,素分,子分解酵素体の酵素ですね酵素を使って一旦そのくっついてる結合している安定している水素同士を、えー、バラバラに一旦するっていう人工程を挟むんですね HHO ガスに比べてでその工程を挟んだ後に、えー、挟んでバラバラに した後に、えー、ヒドロキシラジカルとか、まあ、他の活性酸素を除去するという流れなので人、えーね、手間ある分 H1 オガスに比べたら効率が悪いんですよ。わかりますかねでしかもお、まあ、懸念としてこのヒドロキシラジカルっていうのがタッチが悪くてですね、えー、発生した瞬間に 体の辺りをもう一気にもう錆びさせる酸化させてもう消えちゃうっていう,もう発生した瞬間にバーンと酸化させて消えるっていう爆弾のような、まあ、ある本、まあ、お医者さんが書いた本ですけどヒドロキシラジカーっといったもの原爆みたいにもう発生した瞬間もうドカンとあって消えるっていう、まあ、そういう表現をしていたくらい、えー、すぐに消えちゃうっていう性質があるんですね。 でそうするとおーこの一手間一旦分解するっていう酵素で分解するっていう一手間を、えー、やってるうちにこのヒドロキシラジカルを抑えるのが間に合わないんじゃないのかという懸念があるんですよね。でそういう意味でも HHO ガスの方があーもう効率がいいんですよ。だってもう最初からそういう単閉酵素を分解するっていう手間なくいや最初からもう単体の状態で体の中に入ってくるんで。 えー、そうすると、もう、すでに体の中に単体の水素がある状態なんで、ヒドロキシラジカが発生した瞬間に体に反応して、えー、除去してくると、まあ。OH と H 単体なんで、H2O になるっていうのが、まあ、想像つきますよね。不安定どうしてすぐくっつくってことで、磁石のようにくっつくので、H2O になって、えーまあ、無毒化してくれると。で、元気になると。で、僕自身めっちゃ元気になってるっていうことなので、この HHO ガスの方が、あまあ、実際いいなと。 いうのがまあ僕自身の体感だし、まあ、この、ね、ロジックとしてもこういうことなんですね。でじゃあ、なんで、えー、水素酸素混合ガスだとお単体の状態、水素同士くっつかないのかっていうのは、それはあもう今未解明の状態で、えー、もう分かったらノーベル賞もののなんかすごいことらしいんですけど、ただ、事実としてこういうことだというものなんですね。であと、他にもいくつか理由があって。 えー、HHO ガスの方がですね、あだとその酸欠の心配がないんですね。で逆に H2 ガスだと、えー、吸入しすぎると、まあ、すぐにはね、えー、もちろんその吸入する中で、えー、空気も一緒に、えー、呼吸でするので、空気の中に21%酸素が入ってるので、えー、そんなね、その吸入してすぐに酸欠になるっていう心配ないですけど、例えばじゃあ、これも水槽濃度99.9%で、 1>, えー、1分間あたりに、えー、大量に、例えば 300cc とか何百 cc という大量の水素を吸入しますと、それを長時間、仮に、ね、100cc とか 50cc とか少なくても、長時間吸入したら、だんだん、ね、その血液中の酸素の量濃度っていうのも 減っていって、えー、その水素が増えていってしまって、えー、その血の巡りが悪くなって、体が逆に冷えてしまったりとか、血の巡りが悪くなるっていう、えー、問題点もあったりするんですね。だ結構その医療用として最初に、えー、と慶応大学の佐野教授が確か2014年とかに、えー、このエッチツガスによる、ま、え、あ、ー、その呼吸を停止した人に水素ガスを この H2 ガスを吸入させたらあなんか心配が戻ったというような、まあ、実験から、まあ、その水素っていうのが注目されてきたわけですけどただその H2 ガスっていうのは HHO ガスに比べて、えー、その医療用としてもですね、えー、それ以上の,その効果っていうのがあ,ーなんかあまり見られてないっていうような話も聞いたことがあるんですね。逆にそ HHO ガスっていうのはあ、まあ、僕自身の体験もそうですけどいろんな効果。 があの得られていると、まあ、もちろんね H2 ガス全てをが否定しているわけじゃなくて、えー、そのガスを吸入 H2 ガスでも血流がねあの、まあ、水水酸欠になるっていう問題ってありますけどお血流が良くなったりとかあその活性酸素を、ね、ヒ,ドヒドロキシラジカル以外の、えーまあ、スーパーオキシドとか過酸化水素とか一重合酸素っていう、えー、いくつか活性酸素って種類あるんですけど他の活性酸素の 当然有効ですし H2 の状態でもうすでに分解している状態で水素があればヒドロキシラジカも除去できるでしょうけどただその効率とかそっちを考えると h 2 o ガスの方が効率的なんじゃないかなっていうことで,であと h 2ガスだと、えー、酸欠の心配っていうのもあるので、えー、僕は HHO ガスの方がいいのかなっていうふうに考えています。 あとですね、エエッチッチオガスで作ったも水素水がうまいんですよね。これうまいんですよ。本当にうまいんですよ。で水素水も、えーまあ、僕もこの自宅用の水素吸入器で、えー、水素水も毎日最近は飲んでるんですけど、このッチオガスでを当てて作った水素水っていうのが、いや本当うまいんですよで。どううまいかって言ったら、 もう水にもとろみがすごくあってですねなんか柔らかいというか何か空気に包まれているような水がなんか空気に包まれているような感覚っていうんですかねもう舌にまとわりついてくるというかうほんととろみがあってあの感触っていうのは結構病みつきになるレベルでえこれうまいっていう感じなんですよね <laughs> うん。 一方の H2 ガスで作った水素水。まあ、これも僕も最初の水素サロンで、えー、帰ってる時に水素水飲ませてもらっていたんでわかるんですけど、この H2 ガスで作った水素水って、その HHO ガスのようなとろみとか柔らかさってないんですね。もうさらっとしている。なのでもう最初、HHO ガスの水素水飲んだ時はを感激しましたね。なんだこれあって。なんかもう。 ほんととろみに柔らかくて包まれるようなあそういう食感というか感触なんでうんあれはびっくりしましたけどまあ今それを僕は毎日飲んでるわけですけどでもうまいんですよねうん、まあ、そういう意味でも HHO ガスの方が僕はいいなというふうに考えていますでただただまあじゃあ水素ガスねあのいろいろ世の中にはまあ水素ガス を吸入用の、まあ、水素サロンであったりとか、えー、水素吸入器っていうものがあるわけですけど、えー、じゃあ一致ガスよりじゃあ一致通ガスがいいのかとじゃ一致ガスなら何でもいいのかと言うと決してそうではなくて、えー、やっぱりそのガスの成分、まあ、水素と酸素、まあ、混合ガスなので水素と酸素 水素67酸素33%っていうのが、まあ、ベストなわけですけどただその発生方法とか品質の問題で、えー、オゾンとかの有害成分有害物質が混ざっていたりとかあと中の発生機発生用の、えー、機械の金属があ錆びやすく、まあ、ステンレスとかっていうのが水素発生させると、えー、錆びやすい腐食しやすい性質があるそうなんですけどおじゃあその腐食した金属が混ざっちゃって そのね、そのガスの中に混ざってるとかそういう心配があったりとかあと発生量ですね HHO ガスも、えー、いいですけども発生量が少ない例えば1分間に、まあ、僕が今使ってるのは1分間に 300cc の HHO ガスが発生するものでしかも純粋な、えー、水素67%酸素33%の、えー、ガスを吸入してるわけですけどしかも腐食の心配も、えー、10年以上ないという、えー、耐久性がもう 保証されているようなあもので、えー、あの安全なものを使ってるんですけどただまあ世の中の中には発生量が少なかったり、まあ、さっき言ったその耐久性がの問題とかあガスの成分の問題とかいろいろあったりするんですよねあと濃度ですよね濃度が少なすぎるものとかなので、えー、そこら辺の品質ですねそこはまあ注意が必要ですねじゃどう注意すればいいのかっていうのは、えーまあ、僕の 他の、えー、YouTube 動画とかで、えー、こういう注意点まとめとか、あと、えー、水素ガスを選ぶ上での、えー、最低限知っておくべきこととか、僕はまとめて、まあ、それぞれ、えー、動画作ってますし、あとこの,、まあ、この使っている資料ですね、他のまあ活性酸素とか水素の基本的な原理とかそういう話を、えー、まとめた資料っていうのを、えー、冊子にして、まあ、PDF の冊子をお配りしてるんですね、無料で。えー なので、まあ、その入手方法っていうのを、えー、僕のこの動画の説明欄に書いてありますので、まあ、もし欲しいという方が方はですね、えーまあ、ぜひそちらからあ手に入れていただけたらなというふうに思います。ということで今回は、えー、水素ガスについての種類についてのお話だったので、まあ、もしね、えー、今検討している水素ガス 吸入とか通ってる通おうとしている水素サロンのが使っている、えー、機械がどういったどういうガスなのかっていうのは、えー、確認見て、えー、チェックして,る、えー、していただけたらなと今回の参考に、えー、見ていただけたらなというふうに思います。あ僕は h チ o ガスの方が、えー、すすあのおすすめです。 だし、まあ、僕自身もそれを使って、えー、効果を体感しているというものですね。位置づるガスが決して悪いとかダメとか言ってるわけじゃなくて、えー、HHO ガスの方がまあ僕はあ良いなということで、えー、使っています、はい。以上です。ありがとうございました。